オタクパワー解放。皆さんこんにちは、大須雲丹です。本日はですね、アニメの紹介をしていこうと思います。実は私14歳の時からもうずっとアニメ三昧でしてね、パソコンで 3,4 時間ぐらいもうほとんど毎日見てました。そのアニメオタクの経験を生かして皆様にアニメの紹介をしていこうと思います。ちなみになんですけど、ルーちゃんは出会った時はそこまでアニメに全然詳しくなくてですね、まあ最初はアニメ大好きな彼女に出会いたかったなってちょっと思いましたね今はお互いにアニメを楽しく見ることができています。一つ目がですね、コードギアス反逆のルルーシュ。当初15歳ぐらいの時ですね、その時にルルーシュが持ってた能力とても憧れました。相手の意思に関係なくその主人公が言ったことが絶対遵守っていう能力なんですけれども、当時それにすごい憧れてましてね、まあ、例えば好きな女の子がいた時に俺の彼女になれとか言ったらもう彼女になっちゃうわけですよ。まあちょっと不純な動機なんですけれども、そのアニメすごい好きでした。アニメの DVD を買ってるぐらいで、もう何回もリピートして見てました。他にもロボットの戦いであったりとか、やっぱり人間の醜いところとかいろいろ考えさせられる部分があって、とてもいいアニメだと思います。なので皆さんにお勧めします。2つ目がですね、公共紙幣エールカセブン。こちらも自分が14歳ぐらいの時かな、ちょうど中2ぐらいの時にテレビつけたらちょうど再放送をやってたんですけれども、それをもうずっと見てました、ね、50話ぐらいあるんですよ。まあ6ヶ月ぐらいの長いアニメだったんですけど、まあ自分14歳で主人公も14歳のレントン君、まあ、エールカと出会ってロボットに乗ってどんどん戦って、どんどんレントン自体も大人になっていく、周りの人たちも変わってきて、レントンとの出会いと別れとかだったりとか、まあそういう結構人間味のあるアニメだと思って、それを見て、まあ、自分もちょっとなんか見ながら成長したっていう感じを、まあ、勝手に思ってたんですけれども、すごい幸せなことだと、自分では思ってました。あとロボットの対戦もすごい、細かく描かれてたり、あとオープニングもエンディングもすごい有名なものばかりで、最初の Days っていう曲が今でもカラオケでよく歌うんですけど、考えるだけでもう懐かしいなって感じですねまあぜひ皆さんも見ていただきたいと思いますんで、おすすめします。次がですね、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。もう涙腺が崩壊しましたね結構もともと涙もろい方なんですけれども、これはルーちゃんにも、おすすめしてみて、もうルーちゃんもすごい泣いて感動してたんですけども、すごい超おすすめです。まあストーリー軽く説明すると、主人公のジンタ、突然幼少期に亡くしたメンマっていう子供の幽霊が見えてしまう。そこから当時超ヘアバスターズっていう仲間を集めてメンマの願いを叶えるっていうストーリーとなっております。その中でメンマとのどんな関係だったりとか、ジンタがどう思ってたとか、周りの友達がどう思ってたとか、もうそういった人間感情の重なり合いが鮮明に描かれて、もうすごく共感が今得られましたね。まあもし気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ見てください。すごいおすすめなので。でちなみにそのエンディングのシークレットベースっていう曲がものすごく感動的な曲でですね、エンディングの入り方もすごい素晴らしいんですけれども、もうすごいおすすめですので皆さん聞いてください。今3つのアニメの紹介をしたんですけれども、実はまだめちゃめちゃあります、紹介したもの。でもちょっと多すぎるんで、今ちょっとタイトルだけ、一気に読み上げたいと思います。月刊少女野崎くん、詐欺ドロップと、エンジェルビーツ、狼少女とクローズ、俺の妹がこんなに可愛いわけがない、サインズゲート、グラナド、ゲイオン、サイコパス、4月は君の嘘、進撃の巨人、生徒会役員ども、ソードアートオンライン、中二病でも恋がしたい、弾丸論破、隣の怪物くん、僕だけいない街、僕は友達が少ない、魔法少女マドカマギカ、南家、やはり俺の青春ラブコメは間違っている、ラッキースター、ラブライブ、私がモテないのは、どう考えてもお前らが悪い、日常、赤目が切る、荒川アンダーザブリッジ、一週間フレンズ、いなりコンコン、恋いろは、みねっこの泣く頃に、日暮らしの泣く頃に、あとエルフェンリート、黒子のバスケ、ボクボクのブルーンヒルゲ、サーバントサービス、適齢、空の落とし物、ワーキング、ちはやふる、マクロフロンティア、ペンギン突破、グレンラガン、とある魔術のインデックス、トラドラ、配給、働く魔王様、バカとテストと召喚獣、バラカモン、フェイト、未来日記、勇気ユーナは勇者である、弱虫ペダルです。まあ、とりあえず、今思いついたのをバンバン言ってただけなんですけど、こんだけあります、紹介したら。でどんどん皆さんにも紹介していきたいと思いますんで、もし、これらのアニメの紹介見たいと、思いましたら、いいねと
コメントどしどし送ってください。でちなみに自分がものすごく好きだったアニメキャラは、エンジェルビーズの天使ちゃんというキャラですね。もうめちゃめちゃ好きで、もうグッズにもうすごいお金を費やしてしまいましたね。あんまり喋らないキャラが、ちょっとツンツンしてるキャラが好きなのかなと思うんですけど、まあ自分の趣味は置いといて、皆さんの好きな、キャラとかもどんどん教えてくださったり、あとおすすめのアニメどんどん教えてください。自分のアニメオタク的にはもうここ4年間ぐらいはちょっとアニメ見れてないので、4年間のアニメで面白いものあったらぜひ、皆さん教えてください。前のようにちょっとアニメオタクのように戻りたいと思ってますんで、皆さんお互いに趣味を共通し合いましょう。じゃあそれでは今回は、ここまでします。皆さん See you next time! バイバイ。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。